1月18日19日ハピネスアリーナにて開催決定。荒川静香、宇野昌磨、高橋大輔ほか豪華スケーターたちが長崎に集結。長崎県民特別先行チケットはただいま学音ホームページで受付中。This program is Friday 1-3. We've got message from Friday 1-3 をお聞きの皆さん、ゆうやさん、たかじゅんさん、こんにちは、高橋大輔です。長崎は僕は6年前に友人と旅行で来させていただいて、軍艦島や、グラバー園の方に行かせていただきました。軍艦島に行く際にはですね、イルカがたくさんついてきてくれてですね、素敵な思い出になったことを思い出しました。そしてですね、今回は稲佐山の方に行かせていただいたんですけれども、今回はちょっと霧がかかっていましたので、また次回来るときにちょっとリベンジしたいなと思っております。今回ですね、長崎で初めてのアイスショー、プリンスアイスワールド2024-2025が開催決定することになりました。2025年1月18日土曜日、19日日曜日、ハピネスアリーナにて2日間4公演で開催させていただきます。今回はですね、ブロードウェイミュージカルをテーマにですね、ロックミュージカルをテーマに、プリンスアイスワールドチームの群舞で繰り広げられていくんですけれども、そこに僕たち、スケーターがゲストとしてですね、その世界を紡いでいくといったところでですね、本当に最高の表情エンターテインメントになっておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ゲストスケーターから荒川静香さんや宇野昌磨さん、織田信成さん、本田真凜さんなどが出てくれますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただければなと思います。今回長崎では初めてのアイスショーということですので、多分スケートを見たことがない方がたくさんいらっしゃってくれるんじゃないかなと思っておりますが、本当に素敵な、エンタメになっていますので、僕たちも皆さんに喜んでいただけるように精一杯、演技を披露したいと思いますし、見に来られた方が楽しかったって帰ってもらえる内容になっていると思いますので、ぜひご興味ある方は、足を運んでいただけたらと思っております。以上、高橋大輔でした。はい、高橋大輔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。先日プリンスアイスワールドのキャンペーン、まあ、PR ということで来席されてたんですよね。まあ、改めてね、プリンスアイスワールドを説明したいと思うんですけど、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショーなんですね。はい、でちょうど今期が45周年になるんだって、うん、でその打ち出す新テーマが A New Progress Broadway Rocks、ブロードウェイミュージカルの名曲で綴ったミュージカルオンアイス、まあ、華やかに彩るミュージカルの世界をドラマチックに演出するということなんですよね。うん、いや、例えばね、ケニー・ロギンスのフットルース、はい、例えばクイーンのボヘミアン・ラプソディ、うん、例えば、グリーンデーのアメリカン・イディオットなどなど、まあ、その日本語カバーのスペシャルアレンジバージョンがね、そう、音楽として彩るということなんですよね。これ楽しみですね。とトップスターたちがやってきますよ。荒川静香さんに宇野昌磨さん、織田信成さん、そしてね、高橋大輔さんなどなど。さあ、プリンスアイスワールド長崎公演特設サイト設けられております。でね、現在長崎県民チケット特別先行受付、これは今月31日来週水曜日までね、行われておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、開催は改めてお伝えしますと、来年です。1月18日土曜、19日日曜の2日間、長崎スタジアムシティハピネスアリーナで2日間4公演行われます。では1曲お届けしましょうかね。今日のこの時間はオリジナルをお送りしたいと思います。ケニー・ロギンス、フォロワース。